アダン・モハメド・ヌール・マドベ、ソマリ語、アーデン・マクスムド・ノール・マドベ、アラビア語、英語、アダン・モハメッド・ノール・マドベ、1955年頃、生まれは、ソマリアの政治家。2007年から2010年まで、ソマリア連邦議会議長を務めたほか、2008年末から、約1ヶ月間にかけては、大統領代理も経験した。2014年から、ソマリア工業商業長官。 ケニアのマンデラで生まれた。マンデラはソマリア国境近くに位置し、ソマリ族が多く住む。ラハンウェイン士族のハダメ士族出身。ソマリアでは第3大大統領のモハメドシアド・バーレが隣国エチオピアとの戦争に失敗し、各地で士族を中心とした群発が発生して、ソマリア内戦に突入した。ソマリア南西部では1995年、 ラハンウェイン氏族がラハンウェイン抵抗軍という軍閥を結成した。ラハンウェイン抵抗軍の議長にはハサンムハンマドヌール・シャティガドドが就任し、マドベは第一副議長になった。ラハンウェイン抵抗軍は1999年に当時ソマリアの有力軍閥だったフセンアイディードが率いる部隊を撃退している。2002年4月1日、シャティガドドがバイドアで 南西ソマリアの独立と自身の大統領就任を宣言した。2002年7月1日、窓辺の部隊は、ラハンウェイン抵抗軍、第二副議長のムハンマドイブラヒムハブサデの部隊と、共に、シャティガドドの部隊と、武力衝突。ついで、ラハンウェイン抵抗軍からの離脱を表明した。この離脱は、ジュバケ国連合の格策との説もある。もっとも、この戦闘は、 シャティガルド有利に進み、7月31日に窓辺ハブサでの部隊はバイドアから撤退した。9月、エチオピアの道路において窓辺は南西ソマリアの自称大統領、シャティガルドと面談し、今後はバイドアで戦闘を行わないという協定が結ばれた。2004年、窓辺はジブチでの会議に参加し、ソマリア暫定連邦政府への協力を表明した。 シャキガドゥドも暫定連邦政府への協力を表明、共にソマリア暫定連邦議会の議員に就任した。2005年1月、ソマリア首相のアリー・ムハンマド・ゲーディは内閣改造を発表。マドベは法務長官に、シャキガドゥドは農務長官に任命された。2005年5月30日、マドベが率いる部隊は、かつての名優ムハンマド・イブラヒム・ハブサデの部隊が、 駐留する、バイドアを攻めた。2007年1月31日、ソマリア暫定連邦議会の議長シャリフ・ハッサン・シェイハ・アデンがイスラム法廷会議への対応に失敗して辞任したことを受け、マドベンが新議長に選出された。2008年12月29日、大統領のアブドラヒウスフが辞任を表明。これにより、大統領選挙までの間、マドベが大統領代行を務めた。 公認大統領は、シェイク・アフマド。2010年5月、ソマリア暫定連邦政府内で、アフマド大統領とシルマルケ首相の対立が生じた。5月16日、議会議長の窓辺は、連邦議会がシルマルケ内閣の信任を取り消したと宣言。しかし首相派の議員は、窓辺は、すでに議長職の任期が切れているとして、この宣言が無効だと主張。結局、 シルマルケは首相に留任し、窓ベが議会議長を辞任した。2013年3月、窓ベはソマリアから撤退しようとしているエチオピア軍を説得するため、議会代表としてバイドアを訪問している。2013年12月、ラハンウェイン氏族の会合が行われ、その際に主要人物として、シャリフ・ハッサン・シェイハーレン、窓ベ・モハメド・オスマン・ジャワリの名が挙がっている。 2014年1月17日、マドベは新首相のアブリワエリシェイハー・アフメド・モーハメドにより、工業商業長官に任命された。2014年3月3日、バイドアンにおいて、シャリフ・ハッサン・シェイハー・アデンが、南西ソマリアの再独立と自身の大統領就任を宣言。マドベは24日、アデンに思いとどまる、よう説得するため、彼の元を訪れている。ありがとうございます。